私ですね、クラスメソッド CX 事業本部の、加藤博樹と申します。今日はですね、ちょっと社長の横田の方から、何か20周年の面白い企画をやりたいというようなことで、お話がありまして、こういった場を設けさせていただきました。はい、では早速ちょっと始めていきたいと思います。きっかけなんですけれども、今年の2月ぐらいですかね、横田の方から、すごい無茶ぶりがございまして 加藤君、麻雀で何か面白いことやりたいんだけどということで、何か考えてくださいというような、ことでした。はい、なんで、私なのかというところなんですけれども、もともとですね、私の、入社したきっかけというか、面接の時にも、弊社の部長の大橋にも、一番尊敬する人は誰かということで、聞かれた時にですね、自分の麻雀の師匠である、土田さんのですね、お話を1時間ぐらい面接でしまして 結果、一次面接、内定ということで通過しまして、それがきっかけで、この会社に入ることになりました。はい。麻雀プロをですね、ずっと続けておりまして、で、17歳でプロテストを受験して、32歳まで日本プロ麻雀連盟というところで活動してたんですけれども、そういったちょっと話をしまして、ご縁があってこの会社にお世話になることになりましたということで、その事情を、横田の方が知ってましたので 何かやってくださいということで、この企画をやることになりました。はい。ちょっと簡単に、ここでちょっと私のお話をちょっとだけさせていただければなと思います。私ですね、先ほども、お話しした通りですね、若い頃、麻雀プロを、やっておりまして、知ってる方は知ってらっしゃるかもしれませんが、これ2007年ですね、第24期十段位決定戦の決勝に残りまして、前原さんですとか、これ今、後ろで観戦しているのが久渡だったり、原さんだったりするわけですけれども、対戦をしましたという形で、前原さんがここから3連覇するわけですけど、さすが M リーガーということで、めちゃくちゃ強かったですというような感じになります。はい。これ準決勝、準々決勝で、もう亡くなられたんですけど、ミスター麻雀の小島武夫先生だったりとか、あとは M リーガーの、元 M リーガーの澤崎さんだったりとか、伊藤裕子さんだったりとかも、そうですね、過去にタイトル戦で、戦っております。はい。で、続きます。はい。これがですね、その翌年の、チャンピオンズリーグ、はい、これも私、決勝残ったんですけど、有名なのは、一番右側に映ってる堀内雅人って今、YouTuber ですかね。はい。堀内さん、はい、本当は今日この会場に、来る予定だったんですが、飛行機が遅れておりまして、はい、本日は、残念ながら来ませんということになりますが、はい、そういった交友もありましたというような感じですと。で、ここ直近なんですけれども、実は今日この、観客席というか、視聴者の席にも、来てるんですけども、3人麻雀競技団体ザンリーグというところにいまして、これ深田恵美さんにと麻雀の企画やったりとか、あと女流の、クイーンズカップとか、あとは令和の虎の社長さんたちと麻雀したりとか、そういったことをやっていたりとかですね、あとは、今日千田先生が得意とする、チートイツも私大好きでして、チートイツもよくやったりしておりまして、プレイヤーとしても、こういった感じで、対局しております。YouTube でも放送しておりますので、もしよろしければ見ていただければと思います。はい。私の話はそれぐらいにさせていただいて、本日の、スペシャルゲストをご紹介したいと思います。はい。最高位戦日本プロ麻雀協会、土田幸翔プロです。土田先生、お願いします。こんにちは、皆さん。面白い話をしに来まいりました。よろしくお願いします。それでは、早速話を始めたいと思うんですけれども、そうですね、本日のタイトルでもあります、運を可視化する術ということで、土田さんに、お伺いしていきたいなと思います。はい。まず、ちょっと冒頭に、そもそもその一般の人が考えている運っていうところと、土田さんが考えてらっしゃる運っていうのの、違いとか運の定義というか、その辺のところを押さえながら、話をスタートしたいなと思うんですけれども、土田さんの考える運というのは、なんかどういったものなのかっていう感じのところから伺いたいんですが。普通は、一般の方は、運は偶然、舞い降りると、運が良かったねみたいな話になるんですけれども、僕が考える運っていうのは、もちろんそういう偶然、やってくる運もあれば、自分で引き寄せられる運もあるというふうに考えておりまして、それは長年、麻雀をやってきた中で気がついたというかですね、
体得したことでありまして、これは一般化できるなというふうに考えています。はい。まあ、私もこのタイトルを聞いてですね、まあ、自分の友人とか知人に、まあ、こういうタイトルでやるんだけどという話をしたら、まあ、そんなことができたら、まあ、宝くじ毎回当たるよとかですねまあそういう感じの、まあ、一般の方の認識ってまあそういう感じなのかなと思うんですけれども、まあ、それとは全然違うというところですかね。あ、そうですね。ギャンブル性はないですね。ただ皆さん多分生涯幸せに暮らしたいっていうことが誰でもどんな地位にも限らずあると思うんですよね。幸せに暮らせる時間があればあるほど人生は豊かになるわけで、そのためにはやっぱり運がいい時間を長く過ごされた方がいいんじゃないかなというふうに思っておりまして、で運は巡ってくるだけではなくて、先ほどもお話したように自分のその日常生活の育み方によって寄せられるということに気づいていただけたら幸せな時間が増えるなというふうには思っています。ありがとうございます。はい、ではちょっと早速こちらの、はい、スライドを進めていきたいと思います。はい、まず辻田さんの簡単な、はい、ご経歴というか、はい、まあ、ご紹介したいなと思います。はい、まあ、私の大先輩でして、日本プロ麻雀連盟の 3期生でしたっけ。そうです、はい、3期生で入られてという形 で、まあ、数々の、まあそうですね、最強戦だったり王位戦だったりあと王位だったり、はい、タイトルを取られておりますというところで、まあ、これ紹介始めると、まあ、これだけでものすごい時間かかっちゃうんで割愛しますけれども、直近また本を出されるということで何月にどんな本。8月の予定で小学生が覚えられる麻雀全く知らない人が覚えられる、今小中学生に麻雀の人気がかなりありまして、先日も名古屋の中学校でこういうセッションしてまいりましたけれども、もう目をキラキラさせた小学生や中学生がたくさん集まって、私の話を聞いてくれたというような状況からも、お母さんたちも含めて麻雀知らない方たちがまだたくさんいらっしゃるんで、その人たちが手にして、ああ面白そうだな、分かりやすいなっていう本を出せたらいいなということで、企画して出すことになってます。小学生のための分かりやすい教科書みたいな、はい、ここでなんか私は土屋さんに今日お話をお願いできればなと思ったきっかけがあるんですけども、その麻雀っていうとギャンブルとかあとなんかこうタバコとか薄暗い感じがイメージがあるじゃないですか。まあなんですけども土屋さんが勧められている麻雀はどちらかというと地域とかあと学校教育っていうんですね、それで例えで言うと昔ダンスとかっていうのは不良のものだったりとか、パソコンもオタクのものだったりだとか、あと漫画イラストとかもオタクのものだったりとか、どっちかというとこう端っこの方だったものが今どんどん学校の教育現場にこう出てきていて、オリンピック種目になったりとかもしていて、多分そういう流れの中に麻雀がこう出てきているっていうのが、こう土屋先生とお話をさせていただいたときに、あ、そうなんだという気づきがあってですね、そこはぜひそういった背景も含めてお話しいただければなと思ったところですね。まあ、その通りで、その中学校の生活指導部の先生も終わった後、あ、うち麻雀部作ろうかなと思いますって言っていただいたぐらい、まあ、その教育としての効果が見込めるんじゃないかなということを感じられたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ早速ですね、一つ目のお話に行きたいと思います。まず数の世界から離れるっていうところの、お話なんですけれども、まあ、まずなんか前提としてその土田さんが考えてらっしゃるその、まあ、先ほどその、まあ、運を可視化するという話ありましたけれども、麻雀で考えた場合に麻雀でその運の要素、技術の要素っていうのはどういった感じで何パーセントぐらいとかいうそういう捉え方されてるんですか。麻雀というゲームは非常に大胆な言い方をすれば運が9割、技術は1割しか介在しないと思っておりますので、その運9割30代40代の半ばぐらいまでは技術9割だと思ってたんですけど、その後、まあ、年を取ってきて気がつくことも多くなり、まあ、50過ぎたら、ああ、運が9割なんだなということで、その運を、
うまく引き寄せられる人が勝ちやすいしということがあって、ただその運も3つに分かれているので、皆さんもそうなんですけれども、天運っていうのがね、生まれながらにして持っている運と、今日天から授かってきている運というのがあって、それはそれぞれ違うんですけれども、まずそれを知ること、そして地運っていうのがあって、この地運っていうのは皆さんが育てていく運のことで、自分の努力でいくらでもその運は育てられるという運ですね。それで最後に3つ目が人の運と書いて人運といって、人からいただける運、つまり周りにいる人たち、家族全部そうですね、同僚も含めて、運をお互いにいい運を渡し合うという関係性が一番いいんですけれども、そのためにはどうすればいいのかということですよね。人の運というのはとても大事な運だと皆さんもご承知だと思うんですけれども、それを持つためには、その運を高めるためにはどうしたらいいのかという具体的なアクションをしなさすぎてて、それがもったいないなというふうに思っています。で、数の世界から離れるっていうのは、麻雀ってなんか数を合わせるゲームだっていう認識があるんですけど、全くそんなことはなくて、あと点数をやり取りして点数がたくさん持ってた人が勝ちみたいなルールにはなってるんですけれども、点数がたくさんあるから運が高かったかっていうとそうではないと、そこが大事なところで、数字に、人間って欲が出てくると数字に振り回されるんですよ。もっとお金欲しいとか、あるいはもっと成績、営業成績上げたいとか、数字の方に意識を取られると運が逃げていくっていう、そういう恐ろしい実態がありますので、数字は後からついてくるっていう感覚を持たれた方がいいんじゃないかなと、まず運を育てた方がいいと思います。ありがとうございます。なんか今のお話だと、じゃあ具体的にその運を育てるためにはどうすればいいのかみたいなところを、まあ、私なんかは考えてしまうんですけれども、なんかそのあたりについてもう少しちょっと教えていただければと思うんですが、まず運は明るい人によってきます。明るい人、まあ、こうやって見てても、ああこの人はきっと運を引き寄せられやすい人だなという顔ぶれが分かりますけれども、もう座ってるだけで明るい感じがする人に運が寄ってきます。それから人工的なものから接触が少ない人に運が寄ってきます。つまりスマホを見る時間が長い人にはなかなか運が寄ってきません。あとお休みの日とかになるべく自然界の中に身を置く、なぜならあまりにも現代の人間たちは本能を奪われてて、人工的なものに本能を奪われているので、自然に回帰しなきゃいけないというふうに思われた方がいい。その自然というのは視覚、聴覚、嗅覚、まあ、いろいろあるんですけれども、特に聴覚、耳を少し自然界に近づけて、いただけたら運が寄ってきやすい体になると。これもよくわからないと思いますけれども、もう そうなんだと思っていただいたら間違いがないんで、耳が一番大事なんで、海の、ね、波の音を聞いたり、山の、ね、風の音を聞いたり、川のせせらぎの音を聞いたり、自然界の音を聞いて耳を回復させるっていうことがとても大事な、具体的な話としては大事なことですね。それから自分の中に持っている煩悩、その欲、これをいかに捨てられるか、これなかなか難しいんですけど、捨てられるかということと、人と周りと自分を比較しなくなることが大事ですね。周りと比較したり、まあもっと高いレベルの人だと世界と比較したりするんでしょうけれども、比較しているうちはダメなんじゃないかなというふうに思いますね。運はなかなか降りてこない。それはなんかあれですかね、その比較するんではなく自分と向き合うみたいな。そうです。なるほど。とにかく自分と向き合わない。皆さん多分自分のことほとんど知らないはずなんです。自分自身って何者なんだってことを真剣に考えている時間ってほとんどないはずなんですね。ただなんとなくの自分、あるいはオブラートに包んだ自分、
鎧をつけたままの自分で生きているような時間が長いはずなんですよ。もっと自分を見つめ直さなきゃいけない、だから自然界に身を置いた方がいいんですよということにつながるんですけれども、あの麻雀もそうなんですけれども、相手と戦ってるわけじゃなくて自分との戦いなんで、で麻雀を覚える最大の利点は自分が分かってくる、あ自分ってこういう人間なんだ、あこんな時こういう反応しちゃうんだとか、あの嫌な醜い部分も情けない部分も弱い部分も出るんですけど、ありのままの自分が出やすいゲームが麻雀ですね、はい、だからそれ自分を知るために麻雀する、別に勝つとか負けるとかそんな話はどうでもよくて、自分を知りたいなと思う人がやっぱり麻雀ちょっとやってみようかなって思ってもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます、はい、私もですね、実は一番初めに土田さんにお会いした時に、今みたいなお話をされまして、まあ、それまではそのただ勝てばいいんだとか、まあ、勝つために打ってたわけですけども、まあ、弱い自分に向き合うみたいな、はい、そういったところはすごい衝撃を受けた記憶があります、はい、こういった話を伺っているともうそのままビジネスとか経営とかそういうところにこう通じるお話に感じますよね。はいはい、こう耳をこう鍛えるといいますか、それでこうなんかこうマーケットのこう情報、お客様の情報をちゃんとこう聞く耳を持ってるかみたいなところにも結構つながってるのかなとか、やっぱ笑う角には福来たるじゃないですけど、そうです、やっぱり笑ってる人には仕事も相談も行きやすくなったりだとか、そうですよね、結構なんかそういうのはすごく通じるものがありますよね。結局また宗教的な話になって恐縮なんですけれども、太陽の下で暮らしているので、太陽が全てのエネルギーの源なので、やっぱ明るいところに運は寄ってくるんですよね、間違いなく。暗いところにはなかなか寄りつこうとしないので、悲観的にならずに生きるってことがとても大事で、まあ、アクティブに生きていく、何でも肯定的に捉えながらやっていくということが大事で、ましてや批判だとか否定だとか あるいは愚痴だとか、そういうことを思っている時間には運は降りてこないという、そういうことですね。そういうことをなくしていけばいくほど運が寄ってきやすいですね。ちょうど先週キャリア開発の、はい、このオデッセイのイベントでスピーカーの方、人事院の伊藤克也さんにお答えいただいたときに、はい、キャリア開発しましょうというときにですね、その思った通りには絶対ならない、はい、でその時にこの偶然をどう自分のものとして取り入れて楽しむかみたいな、楽観的なキャリア開発みたいなのをされていて、その通りですね、かなりこう通ずるものがありますね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではちょっといきたいと思います。はい、まあこのあたりですかね。損得感情、目先の利益、もうそう、もうとにかく損得感情で生きてると、まあ、ろくなことはないっていうと皆さんも経験上お分かりだと思いますが、目先の利益を追うと何ももらえいただくことができなくて、そういう話じゃないですよねって、何を自分がしていけば自分の何だろう、スキルが上がるもいいですし、それから精神的な面も上がっていくためにはどうしたらいいのかなっていうことを考えている方が目先のこれで何とかしてやろうとか、そういう欲がだんだん消えていって、いい運が来やすいと思います。悪い運も寄ってくるんで、いい運と悪い運とあるんで、悪運が寄ってくると、まあ、次から次にひどいことが起き始めるので負の連鎖が始まりますんで、悪い運を自分に寄せないためにも損得感情だとか目先の利では動かない方がいいと思いますね。そうは言っても人間目先の利や損得で動きたくなる時があるんですけれども、それをコントロールできる自分になっていってほしいなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっと2つ目に行きたいと思います。はい、はい、この予測力を身につけるという、はい、お話なんですけれども、これもですね、一番初めに土田さんから、予測する力をつけろみたいなことは、はい、まあ、かなり、そうですね、言われた記憶があるんですがそうですね、まあ、一般の方に、まあ、どういうことなのかというちょっと分かりやすくご説明いただけますか。まあ、予測力を身につける一番手っ取り早い方法は気づき、何事にも気づいていくということを増やすことが大事で、
気づいているようで気づいていない、相手の気持ちも含めて、あるいは今起きている出来事、社内で起きている出来事もそうですし、家庭内で起きている出来事もそうですし、物の配置もそうですし、気づかないまんま過ごしていることがあまりにも多すぎるということに気づくことがまず大事ですね。というのは気づきを増やしていかないと予測していく力が養われないんですね。はい、はい、これはですね、なんか私もその、麻雀に限らずですね、麻雀で得た自分の、こういった、土田さんからの教えなんですけれども、普段のビジネスにも、横田さん非常に生きているような気がしてまして、この先どういった展開になっていくんだろうみたいなところを、あとどういうふうに、その気づく、そのビジネスの何か、プラスな面もマイナスな面も含めてですね、些細なことでも気づくようにしておくと、実際に普段の業務でも役に立つなっていうのは常々感じております。そうですね、はい、よくこう将来どうなりますかみたいな予想することはあると思うんですけども、やっぱこうよく観察するお客様の動きとか、その反応をじーっと見て観察するっていうのは、これやっぱりそのマーケットレポート見るよりも、やっぱり目の前のお客様をよく見た方が、多分次のビジネスっていうのは見つけやすくなるとは思いますよね。はい、これ実際共通するものだと思います。だから麻雀なんかやってても、相手のそのパイを引いていく時とか、あるいはパイを切る、いらないパイを相手が切る時とか、ちょっとした動きの違いで、いろいろ感じるということを加藤さんもお分かりだと思うんですけれども、気づける人ほどそれはいいわけですし、あとはオーラですね。オーラ、目の前にいる人たちのからどういうオーラが出ているのかを感じられるようになれれば、予測する力もついてくるはずなんですね。とにかく感性を磨かないと、予測する力は、よく何かを発見する人とかもそうですけども、ふと何か舞い降りたみたいな、とっても運がいいなんていう話をされますけれども、それってやっぱりその磨き方一つで、自分にもそういう瞬間が訪れるというふうに信じて、周りのやっぱり観察する力、それからオーラを感じる力、あとは対極感ですね、状況を客観的に分析する力を養わないと、どうしても自分のことをひいき目に見たり主観的に見たりするので、客観性を持って自分の今置かれている位置を定めるということが大事ですね。麻雀の世界でもそうなんですけれども、点数がなくなってきて、へこんで、たくさん点数がなくなってきたから一気にそれを挽回しようとする愚かな行為が、数字上はそれでもいいんですけれども、たくさん点数がもらえますから、だけどそんなことはできない身だということを客観的に判断してないと、全く違う行動をしてしまってさらに悪化するということなので、客観視する力はとても大事ですね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、実は今日私の取引先のお客様も何人か来ていただいてるんですけれども、そうですね、できるだけその普段打ち合わせとか、はい、ビジネスでかなり頻繁に電話とかもしたりするんですけれども、やっぱりそういったお客さんの少しほんのマイクの中央、手の持ち方、ここですね。はい、はい、お客様とその接するんですけれども、何かその先ほど言われたほんの少しのというか些細な気づきみたいなものは結構意識して、普段から業務はしているという、認識で、やってるんですけれども、そうですね、結果、それだからうまくいってるのかどうか分かりませんけれども、そうですね、普段のその土田さんの考えが、自分の普段の、日常生活とかビジネスとかにも生きてるんじゃないかなと、はい、思っています。はい、それと僕はその30代の頃に通った道場の先生から、その予測力を身につける方法として、こんなことをしたらいいよっていうことを具体的に言われたのは、一番印象に残っているのは、電車にあるいは交通機関バスに乗った時に、次の停車する駅で何人乗ってくるのかを予測しろと。だからある駅からある駅まで、僕はその頃急行で通ってたんですけれども、道場まで
各駅停車に乗れって言われましたね。各駅停車に乗って一駅一駅それを予測していけばいつかその予測する力もついてくるぞって言われたんですけど、30代の自分はちんぷんかんぷんで、外れてばっかりなんで諦めたんですけど、それは諦めちゃいけないですね。そういうことを積み重ねることが予測力を身につける一つの方法としてはとても大事です。ですから会議があったとしたら、その冒頭でどんな話をされるんだろうっていうことを予測してみるとか、予測する、ね、場面っていうのはたくさんあると思う。予測できる場面っていうのは日常生活も含めて、それを続ければ積み重ねていけば予測力はついてくるというふうには思いますね、はい、それっていうのは例えば先ほどの電車の話ですと、例えば天気とか時間帯とか、そうですね、そういった周辺情報をよく観察しながら予測するっていう、はいはい、ええ、そうすると客観的な予測ができるようになると、うん、だんだん そこに当たりがつくような周辺情報、はい、何がそのキーとなっているかパラメーターとなっているかというところが当たりがついてくる、はい、これ機械学習とかにも結構共通する部分ですね、うん、いやどこよく聞くパラメーターは何なのかというのは結構学習モデル予測モデル作るときには、はいはい、出てくるんですね。そのパラメーターの数が多ければいいというものじゃなくて、よく聞くパラメーターが何なのかって当たりをつけるというのが実はその AI で大事なところだったりするんですよ。はいはいはい、今すごい面白い話、その当たりをつけるってとても大事ですね、はいはいはい、そうですね、まあ、自分もその障害が発生した時の対応だとか、まあ、ここ直近でいろいろあったりしたんですけれども、その時に、まあ、次にどういう展開になるかとかですね、まあ、こうなった場合はこうとか、ああなった場合はこうだとか、まあ、いわゆるその経験則から来る部分もありますし、おそらくこの後こういう展開になるだろうから、まあ、先回りしてこういうふうにしておいた方がいいなとか、はい、そういったことをもともと考えられるような状況になかったんですけど、まあ、こういう、まあ、お話をあらかじめ聞いてたんで、まあ、今の自分はそういう力がある程度身についているのかなというふうに思っています。今言われた経験則ってとても大事で、理で、何かを解決しようとするよりも先に勘、要するに勘が働くってよく言うんですけれども、勘が働く答えの方が正しいことが多くて、それは経験則に 裏打ちされていることが多く、キャリアが豊富な人が直感で何かトラブルが起きたときに、いやこうしたらいいんじゃないかなっていう第一感が大体当たるんで、それは尊重できることかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、この予測を身につけるというところで、土田さんがこう、3つほど書かれてるんですけど、はい、この中で、多分2番が一般の方ちょっと馴染みないのかなと思うんですが、このあたりはいかがですか。馴染みがないというよりは意識されてないだけで、感じることは多々あると思う。あやがつくってよくね、あやつけられたなとか、一般的な話としてはあるんですけれども、麻雀で言うと今日はこの牌がよく自分に来るなとか、この牌で自分に不利益なことが起こるなとか、そういうあやみたいなものがあって、そのあやは何かってことを考えながら生きると、そのあやを自分に取り入れられるようにする方がよくて、自分がそのあやによって妨害されるようなことが増えることがまずくて、それに早く気づけばそのあやに対しての見方ができるので備えられるっていうことがありますよね。人間関係もそうなんですけれども、 A さんがあやになっているのか、 B さんがあやになっているのか、 C さんがあやになっているのかということを早く察知すればするほど問題解決が早まるということですね。あやっていうのどうしてもあやがつくんで、生きてると何にあやがついているのかを意識するようにすればするほど、いろんなあやに気づけるようにもなるっていうことですね。はい、ありがとうございます。あと3番ですかね、対局観を磨くっていうのは、これ多分麻雀に限らずでもあると思うんですけども、その対局観とはそもそも何ぞやっていうところもあると思いますし、じゃあ逆にそれを磨くためにはどうすればいいのかみたいなところもあると思うんですけど、そのあたりはいかがですか。とにかく対局観というのは、先ほどもお話ししましたように、今自分が置かれている状況を客観的に掌握するっていうことに尽きるんですね。ダメだ、何かダメだって言われたときに、なぜダメだと言われているのかを客観的に掌握しないと
何の解決にもならないじゃないですか。それですから太極拳を磨くためには自分本位にならないということです。とにかく我を張らない、自分本位にならない、すべてを受け入れる、まずはすべてを受け入れてから噛み砕いていくということが大事で、でなおかつ自分の立ち位置をいつも毎日こう立ち位置変わるんで、その位置を客観的に見定めながら生きていくということを、家庭内でもそうですね、自分の立ち位置がいろいろ変わったりします。でもそれは客観的に分析、要するに把握してないとえらい失敗をすることになると思います。横田さんいかがですか。いやなんかもう今日経営セミナーですよねだいぶそう感じる方は多いんじゃないかなと思うんですけども、いやもうその通りですね。お話を伺ってて思ったのが、その新規事業をするときに作りたいものを作るのか、マーケット、顧客が求めるものを作るのかっていうと、もう正解は後者の方法なんですよ、はいはい、なのでまさにそういう話なのかなと、よく観察し、まあ、その顧客が求めているものを提供し、提供する過程で自分が作りたかったものもこ う, うまく乗せていくみたいな、 そ, うです、それがなんかこう非常に響きますね。そういうことです。さすがですね社長、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっと次のテーマに行きたいと思います。理より感覚を優先するというところで、土田さんが挙げられているのはこの、まあ、3つなんですけれども、まずこの理より感覚を優先するっていうところで、まあ、これはどういうふうに考えればいいのかっていう、まあ、先ほどまあちょっと感覚の感性を磨くというようなお話もされたかなと思うんですけれども、いかがですか。結局人間動物じゃないですか。結局動物じゃないですか。で動物本来持っている能力って非常に高いわけですよ、生きていく上で。その能力を理で、まあ、小さい頃からずっと培われてきた理でその本能を妨害しているっていうことが一番の言いたいことなんですけれども、全てこう人工的に作られた自分の体を解放しなきゃいけないっていうことが理より感覚を優先するっていうことにつながるんで、もっと本能を呼び覚ますような自分に なった方がいいんじゃないかなって、それにはやっぱり経験則というのはとても大事なことで、体で覚えてるんで頭で判断するんじゃなくて体で判断できるようなことって結構多いと思うんですよ。そういう人間に戻った方がいいんではないかなって、なかなか今のこの現実の社会の中ではそういうふうになれるという時間も少ないかもしれませんが、トライすることがとても大事。動物に戻るというその一点で、先ほども言ったように自然界に帰るっていう時間をたくさん作って、何か自分の本能を呼び覚ます時を持たれた方が非常に優れた、キャッチしやすいアンテナの優れた人間になると思いますね。はい、はい、ありがとうございます。分かりました、言ったこと分かります、はい、分かるんですけど、なんかやっぱりなかなか難しいなって思うところもありまして、なかなか難しいなって言うと止まっちゃうんですよ、はい、うん、やってみようってなると進んでいくわけですよ。だから理で考えるとなかなか難しいんですよ、はい、でも体でやってみようかなっていうことを自分でできるようになれば、結構いろんなことが変わってくるんじゃないかなと。見えないものが見えてくるっていうことがとても大事で、見えない、普段皆さん今見えてないものが本能を呼び覚ますことによって見えてくるようになるっていうね、相手のことも含めて、そこが大事ですね。はい、ありがとうございます。例えばなんか先ほどその、まあ、自然と触れ合うみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、まあ、なんかいわゆる一人旅みたいなことをしてもみたいなことですか、ね、ですね、なんかこういったことをやるといいよみたいなのあったりしますか。動物的な動きをしてれば大丈夫です野蛮でもいいんですいや、なんか思ったのが、例えばその社会にいると、まあ、理というところでいうと理性があって、例えば上下関係とか取引関係とかいろんなそのルールとかっていう中で、その枠の中で会話をするじゃないですか。でも一旦、まあ、それを解放するには一旦そこ隣に置いといて、じゃあ俺とお前フラットだとしたらどう思うみたいな話とか、で例えばそういうのでよくチームビルディングとかでキャンプ場行って、はい、こうキャンプファイヤーで焚き火を囲んでみたいな
そこでなんかちょっと本音を話すみたいなのはちょっとなんか近いものがあるのかなって気がしますね。はい、だから火がこうパチパチ燃える音とか風とか、うん、そうです。そういうのはやっぱり結構本能に近いんじゃないかなと思います、ね。はい。それを呼び覚ませる環境を自分で作っていくってことが大事です、ね。うんうん、そうですね。まあ、特にあの近年ね、まあコロナの影響もあったこともあって、まあ、オンラインがすごい進んだと思うんですけど、まあ、あえてオフラインに立ち返るというか。もうそれにつきますね。なるほど、ええ、そういう時間を作ること、オンラインが仕事だとすれば、オフラインでそういう時間を作ることによってバランスが取れる自分になれるっていうことですね。偏らない方がいいです。動物的な自分がいて人工的な自分がいるっていう関係性でいいと思うんですけど、今は8割から9割が人工的なんで、それがいろいろ災いを起こしてますね。はい、ありがとうございます。皆さんいかがでしょうかというようなところなんですが、そうですね、はい、非常に、はい、納得いく部分かなと思います。はい、ちょっと次へ行きたいと思います。はい、クイズ。そうですね、ここでちょっと一旦アイスブレイクということで、まあ、麻雀のクイズをちょっと出したいなと思います。はい、まあ、こう書いてある通りなんですけど、まず横田さん、この漢字3文字読めますか？何ですか？陽子儀。まあ、ほとんどの人が陽子儀と読むと思うんですが、はい、なんか調べたら家通詞というらしい。はい、中国語。そうです、ね。はい。はい。はい、麻雀、まあ、問題をちょっと、はい、まあ、読ませていただくんですけれども、麻雀の、発祥とされるゲーム、はい、家通詞がですね、誕生したのは、まあ、およそ何年前でしょうということで、まあ、A が400年前、B が700年前、C が1000年前、D が1300年前ということなんですが、どうしましょうかね。これはどなたかに答えていただくか。手挙げてもらえますか？あ、そうですね。手挙げていただければいいかなと思うんですが、あ、じゃあそうしましょうか。はい。まずじゃあ A だと思われる方、ちょっと手を挙げていただきます。はい。はい。じゃあ、続けて、B だと思われる方。ではいない。はい、C だと思われる方。お、はい、結構、はい、上がりましたね。はい、最後に、D、1300年前だと思われる。はい、あ、一番多い。要するに最後に来た。大丈夫、大丈夫。はい、ではちょっと、まあ、正解をちょっと発表しようかなと思うんですが、正解はですね、はい、D の1300年前ということで、まあ、まあ、この麻雀の起源となったゲームは、まあ、かなり1300年前ってもうはるか昔のようなことが、はい、に思うんですが、これこの辺りは辻田さん多分かなりご存知だと思うんですが、これは、はい、さっきの家通詞の漢字は、あれは陽子さんが戯れるという意味合いで、中国唐の時代なんで、1300年前というと唐の時代に、まあ、王朝、唐王朝に仕える高級官吏たちがいたわけですけれども、当然妾さんたちも王朝の中にいて、昼間はまあ官僚たちは仕事してますから非常に暇を持て余すと、それを見かねた高級官吏の中の一人が、自分の妾さんの陽子さんのためにカードゲームを考案したということで、このカードゲームが元になって、マルコ・ポーロもそれを見て西洋に流しましたんで、トランプの原型とも言われてます。はい、トランプと麻雀はもともと共通だったみたいなお話なんですか？やっぱり麻雀を覚えるときに初心者の方がよく口にされるのは、やっぱりトランプに似てますね、ブリッジに似てますねっていうことはよく言われます。はい、それはちょっと初めて知りました。ありがとうございます。はい、はい、ちょっとじゃあ2問目にちょっと行きたいと思います。はい、2問目です。日本に大陸から初めて麻雀牌を持ち帰った人は、どこに持ち帰ったでしょうということで、まず麻雀を日本で初めて紹介した人はどなたかご存知でしょうか？そうですね、まあ、正解を言うとですね、夏目漱石。夏目漱石、はい、なるほど、ということです、ね。1個前のですね、はい、1909年に満館ところどころですかね、はい、それの雑誌に、まあ、夏目漱石さんが、寄稿されたのが、一番初め で、この持ち帰った人というのは、夏目漱石が当時東大で教授で教えてたんですけども、その時の、まあ、弟子というか、まあ、生徒で、
長谷彦作っていう方がいらっしゃいまして、でその長谷彦作さんが、中国からマージャンパイを持ち帰ったというのが、まあ、起源となっているんです。結構最近の感じがしました。そうですよね、はい、そんなに昔の話ではなくて、まあ、将棋とか囲碁に比べれば日本にマージャンが伝わったのは、まあ、相当、まあ、近年というか、うん、はい、最近のことになります。夏目漱石もまさかですね、麻雀がここまで日本で普及するとは思ってないと思いますし、今の M リーグとかでプロのリーグ戦ができてるなんていうのは全く想像しなかったと思いますけれども、もし夏目漱石が、まあ、持ってこなかったりとか長谷彦作さんが持ってこなければ、まあ、我々はもうそもそもここにも今日いない、まあ、感慨深いなというところあるんですが、はい、ではちょっと、まあ、クイズのちょっと続きにいきたいと思うんですけれども、まあ、こちらですね、A の北海道だと思われる方、では続けて B の新潟県、C の福井県、はい、これ日本海側が人気だ、日本海側人気です、はい、では D の京都府、あ、これも何人か、あ、結構ばらけましたね、うん、はいはいはい、 A が少なかったね。そうですね、はい、あ、こちらはですね、正解はですね、実はこの一番少なかった A の北海道なんですが、これ土田さんなんで北海道だったんですかね。長谷彦作さんが教師として赴任した先がカラフトだったんです。あ、なるほど。でカラフトに持ってったというのが日本で初めてマージャンパイが持ち込まれた経緯ですね。でもちろん日本は一番遅かったんですけれども、中国からヨーロッパに最初に伝わってって、でヨーロッパからアメリカに伝わってだから日本ってやっぱり一番遅い、中国から伝わってきたのは一番遅いですし、その後アメリカからも日本に伝わってきたんですが、一番発展途上国ですね、はい、あ、麻雀の麻雀の発展途上国は日本ですね、はい、でも一番日本が流行ってませんか。中国ですね。あ、中国なんですね、やっぱり愛好者は多くですから。あ、ただし中国は麻雀イコール賭けなんで、賭けることが普通なので、そういうふうな扱いで、その競技とかはほとんどないです。ヨーロッパはハイソサイティしか麻雀遊ばないんで賭けないですね、うん、アメリカも賭けないですね、中国だけ賭ける、うん、中国のその、まあ、麻雀のルールって、でも今の日本のルールとはだいぶ違うんですよね。そうそう、中国、日本もそうですけど、麻雀のルールってもう国、要するにその州単位っていうか、県、日本でいうと県単位で違うように、中国もその国単位で違いますね、はい、だから何が何だか分かんないです。統一されたルールはないです。なるほど、はいはい、アメリカなんかもっとひどいです。あ、そうなんですか。あ、ただアメリカは全米のアメリカの麻雀協会があって会員数が5万人ぐらいいて、そこはルールは統一されてますね。はい、はいはい、ありがとうございます。そのルールブックを毎年更新して、ルールの一部だけ更新して会員に売るっていう、それをか経営に、なるほど、なるほど団体の経営に役立ててる。ああ、アメリカが、アメリカです。ああ、なるほど、なるほど、はい、はい、アメリカはカードなんですか、それともハイなんですか。パイですね。あ、パイなんです、パイです、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、最後にちょっと まあ、まとめというかですね、総括に入っていきたいと思うんですが、まあ、本日のテーマでもありました運を可視化する術の、はい、まあ、まとめということで、運を引き寄せるにはというところでちょっと土田さんにお話しいただきたいなと思います。はい、7つありまして、運を引き寄せるには、引き寄せたいですよね、皆さんね、できればね、宝くじ当たりたいというのは煩悩なんで、とにかくいい運を自分に寄せたいということで、まずは気分よく生活することです。日々嫌なことはたくさんありますよね、人生はね。だけど気分転換して、新しい朝がやってきたら気分のいい朝になるべく持っていくということ、これが一番大事です。で、2つ目は先ほども言いましたけれども、否定しないこと、何事も批判しないこと、愚痴を言わないこと、これもとっても大事な要素なんで、楽しいですよ、仲間同士で誰かの、ね、上司の悪口言ったりするのも、そういうのに参加しなるべく参加しない方が運は寄ってきやすいですね。
とにかく否定からは何も生まれません。はい。で、3番目、これも大事です。人運を高めるためにも大事なんですけども、人を好きになること。誰であれ。とにかく人間が好きって。そういう人になってほしいなって思いますね。愛情があれば、愛情があればですよ。自分にその打算的な愛情ではなくて、本当にこの人のこと好きだなっていう思いが男女関係なくあれば相手に伝わるんで、真心として伝わるんで、人運は当然高まりますよね。だってそういうふうに思ってくれる人のこと嫌いになるわけないじゃないですか。相手が自分のこと本当に好きならね、そういう愛情というものを持つことがとても大事ですね。はい。それから先ほど申し上げましたように気づきの量を増やすことですね。まあこれはまず朝起きたときにどれぐらいのことに気づけるのか、目を開けたときに家の中の、それから始めた方がいいと思いますね。パッと目が覚めて何を自分は見てるのか、何も見てないんじゃないか、気づいてないんじゃないか、いつもの風景しか目に入ってないんじゃないか、ちょっと置き場所が変わってる何かに気づけてないんじゃないかということなんですよね。それを気づきを増やすということはイコール気遣いが増えるってことです。周りの人に対しても気遣える人になれるってことです。ちょっとしたことに気遣いができる人になれる、ね、気づきが増えれば相手が動きを見て、相手の動きを見て何をしてほしいのか、何に困ってるのか、どうされたいのかが分かる人間になった方がいいじゃないですか、ね、そしてそれを実践していける、こうしてあげたいな、ああしてあげたいなっていう気遣いができる人になるということがとても大事ですね。で、5番目は全てを受け入れる。先ほどもお話ししましたけど、まずは自分に降りかかってきたことは全て受け入れる。シャットアウトしないってことです。いやいや、それはもういいですとか言ってたらダメなんですよ。全部、ああ、それもあるか、そういう考え方もあるか、そういうことも起こるよねっていうふうに、受け入れることが大事。あ、これは麻雀から学んだんですけれども、それを受け入れられないと、もや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 、あるいはストレスが溜まってしまって、ろくなことにはならないということで、まずは受け入れて、で客観的に判断して、主観的にならないように、感情的にならないように受け入れると。どんな関係であれ、上司と部下の関係であれ、同僚であれ、家族関係であれ、まずは受け入れてから話の腰を折るようなことのないように、全部聞いた上で答えを出していくか、静観するかとか、そういう判断を自分でされた方がいいんではないかな。勝手に自分の憶測や価値観で相手を判断しないようにされた方が運は引き寄せられやすいと思います。6番目は、これはね、とても大事なことですぐできるんですけれども、自分の動きから無駄をなくすこと。道を歩いてても、食事をしてても、そんな気張ることはないんですけれども、無駄な動きを減らすことが大事です。無駄な動きを減らす、時間は有限なので、無駄な動きを減らすと、何が起きるかっていうと、周りの人の時間が増えるんですよ。周りにいる人たちに。これがとても大事なことで、とにかく自分の動きから無駄を減らせば、周りが助かる、あるいは喜ぶ、楽しくなることが増えていくと思います。そうすると、自然に運は寄ってくるようになると思います。ですから動き、ね、どんな動きでもそうなんですけれども、物を取るときでもそうですけれども、無駄、とにかく無駄なことが多すぎるので、無駄を省くということがとても大事ですね。で、気づきが悪いと
人とぶつかったり、ね、しますよね。それは物理的にぶつかることもありますし、言葉でぶつかることもありますし、とにかく無駄をなくすと、消すということが大事です。で最後は、周りと自分を比較しないこと、嫉妬しないこと。嫉妬が一番運を遠ざけるので、嫉妬しないことですね。比較するとどうしても嫉妬心が出てきたりするので、自分を知るということをまず始めなければいけませんね。自分ってどういう人間なのかをもっともっと知った方がいいですね。あまりにも知らなさすぎると思います、自分のこと。分かってるようで分かってないのが自分のことなんで、もっと自分のことを知るように普段から心がけて、相手と比較しても何の意味もないので、自分でしかありませんから、結局所詮自分は自分でしかないので、相手と比較したところで何もならない。もちろん自分のその持っている才能をの伸ばしていくような努力をする、普段の努力をすることは大事ですけれども、それによって相手に勝ったとか負けたとか、そんなことを目標にしてたら運なんて寄ってこないと思います。とにかく人と比較しない、嫉妬しない、嫉妬しないこと、これに尽きると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、なんか非常に耳の痛い話もあったりとかですね。はい、そうですね。やっぱやはり気をつけないといけないのかなと思うところも多々ございまして。そうですね、無償の愛、ね、そうですね、3つ目の話の、まあ、ここ、まあ、土田さんが、はい、3点挙げられたところのですね、はい、3番目のところだけちょっと、まあ、今の話からなかったので、ちょっと補足いただければなと思うんですが、いかがですか。見返りは求めないってことです。自分がするアクションにおいて見返りは求めない。これぐらいしたからこれぐらい返ってくるだろう、仕事でもそうですけれども、そういうことは一切考えない人間になるべきだと思います。とにかく自分が何ができるのか、自分にできることをすべて出し切るということで、相手が笑顔になることを増やすってこと、相手、周りにいる人ね、家族でも何でもそうなんですが、相手が笑顔になってくれることを考えていることがとても大事で、それが無償の愛じゃないですか。愛こそすべてなんで、愛があれば幸せになれます。どんなものに対しても、ものに対してもそうなんですけれども、よくどんな職業の人でもそうですけど、それ専門に扱っている人は、機械でもそうですけど、何でもそうだと思うんですが、生きてる。そのパソコンは生きてる。生き物だっていうふうに捉えて仕事されている人多いと思うんですね。本当に仕事にこうやってる人は。私に例えて言えば、パイは生きてる。パイたちは生きてて、いつも自分に話しかけてくれる。そういうふうに愛情を持って、だから自分もパイたちに対する愛情を忘れちゃいけないんだ。どんなに点数が減ってこようが、どんなにひどい目に自分が状況に置かれようが、パイたちはいつも自分のことを見てくれてるんだから、大事にしなきゃいけない。愛さなきゃいけない。ということをどんな職業でも持つことが幸せにつながります。必ずつながりますし、運が自分に寄ってくるということですね。できないと思ったらできません。でも誰でもできることです。はい、僕が言ってきたことは、はい、はい、ありがとうございます。横田さん、何か。ただお話を伺って思ったのが、ペイフォワードとか、自分が持っているものを次につないでいくみたいな考え方とか、あとコミュニティ活動とかで、自分が持っているものを、この、求めている人にこう、伝えていくみたいな、なんかその、次に渡すみたいな活動が、結構まあ、愛とかに近い部分が、ちょっとあるのかなと。まあ、その愛車とか、愛犬とか、まあ、そういったその、生き物とか物に対する、この愛情表現もそうですし、あとは人との関係においては、持ってるものをこう渡していくみたいな、自分がこう持ってるものを抱え込むんじゃなくて、次につないでいくみたいなところが結構近いところなのかなというのは感じました、ね。はい、とにかくその損得で判断しないで、見返りを求めないで生きていれば、悪いことは起きないです。はい、そうですね、自分が一番その、まあ、
気になったというか共感できたのはやっぱりその見返りを、まあ、求めないっていうのはそうですね、まあ、自分がその、まあ、同じチームとか、まあ、周り の、まあ、関係する、まあ、例えばベンダーさんだったりとかクライアントさんだったりとかあると思うんですけど、まあ、なんか自分がここまでやったんだから、まあ、これぐらいはしてくださいみたいなところで期待をまあ持ちすぎるとやはりそのアンバランスな、まあ、自分がすごいまあ、いいと思ってやったことでも相手にとってそれはいいかどうかまた別問題なので、まあ、そういった客観的に考えて、まあ、自分では動くんだけれどもそれに対してやっぱり見返りを求めないっていうスタンスがやっぱり仕事においても大事なのかなっていうのは、まあ、常々思ってますね。はい、記者さんにお伺いしたんですけども、見返り求めない活動をすればするほど、何年後かに伏線回収でたっぷり返ってくるみたいなご経験ってあったりされないんですか？結果としてですね。結果として。その時は何も思ってないんですけど、ああそういうふうな返り方もあるんだなっていうことは多いですね。やっぱ多いですか？はい。私も結構ビジネスではそういうことが多いので、やっぱり戻ってくるんですね。でその時は、ね、全く意識されないじゃないですか、はい、戻ってくるだろうからこうしておいた方がいいだろうなんてことは考えないわけですから。そうなんですね。だから見返りを求めないで動いている人ほどもしかすると戻りも多いんじゃないかなというふうには思いますね。そういった実体験を繰り返すからこそ見返り求めない方が大事ですよと。なぜならば10年後20年後に帰ってくるからですよと。帰ってくるのは20年後なんだけど、でも多分今たくさんその見返りを求めない活動した方がいいですよっていうのがちょっとなんか共通体験でした。そうです、本当にそうです。はい、そうですね。まあ皆さんもどこかでそういったご経験はあるかなと思うんですが、そうですね、はい、私も、はい、それは常々、はい、思っていることですね。はい、といったところなんですが、だいたいそうですね、今ので、ちょうど、セッションのお話の内容としては終了になるんですが、はいはい、最後に何か土田さん、また社長何かあればというところで土田さんからじゃあお願いします。まあ、今日はねこういう機会をいただいて皆さんと巡り会えたというのもこれもいい運をいただけたなというふうに感じますし、来ていただいて本当に嬉しかったなという気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。じゃあ横田さんからすみません。はい、一番最初のこう運というか出会いはですね、加藤さんが入社されて、そう、まさか入社される前からクラスメソッドでは年に1回ぐらいですね、こうみんなで集まった後に、麻雀でもしようかみたいなことを、まあ、年に 1,2 回ですかねよくやってたんですよね。で加藤さんが入社された後もたまにやっていてですね、でこう加藤さんなんか面白いことできないかなって話をした時にですね、実はという話をされて、土屋さんが師匠なんですと、でお声かけしてなんかお話ししていただきましょうかっていう話があった時にですね、じゃあまずは1曲打ちましょうと、奇跡的にですねそのこんな幸運なことはないですよ、1回打たせていただいたんですよ。でその時にですね、その今日のお話のような土屋さんの今までのご経歴といいますか、そのギャンブルではなくてそのチークであったりだとか、そういったその貢献であったりだとか、そのよくその地域活動とかもいろいろされてらっしゃるじゃないですか、そういった話を伺って、これはやっぱりこう会社でぜひ社員の方とかゲストの方にお話しいただくのが必ず何かこうプラスになるだろうというふうに強く感じまして、これも本当に運といいますか出会いといいますか、で今日この場になってるんですね。ですので何か皆さんこう持ち帰るものといいますか気づきがあったと思いますので、この出会いをですね大切にしていただいて、実はこの後土屋さんとも写真撮影とか、ね、あ、そうですね、ご希望される方は、はい、本日はですね土田さんがですね写真撮影とか、あと、まあ、簡単な会話だとか、あとは、まあ、握手だとか、はい、そういったサインはちょっと人数が多いので難しいんですけれども、はい、そういったまあ、いわゆるファンサービスというか対応はしていただけるということなので、ご希望される方は、後で、まあ、私までご連絡いただければなと思います。はい、最後に、はいはい、この中で麻雀というゲームを知っている方はどれくらいいますか？あ、結構いらっしゃいますね。あ、その方たちのために最後に一言申し上げますけれども、麻雀って振り込む、放銃すると相手に点数取られるじゃないですか。相手に喜びをプレゼントする行為が放銃なんで、いてとかって思ったら恥ずかしいと思わないといけませんね。あ、よかったな、1万6000って言われてよかったなと
思える人間になった方がいいと思いますよっていう話です。はい、なかなかできませんけどね。でもそこが一番大事なあのポイントなんで、相手の喜びを自分の喜びとして受け止めることが大事なことなんで。それはあの念のためお聞きしますけど、わざと打てっていうことじゃないですよね。違います、違います。論って言われたときに、だから振りたくないとか思っちゃいけないんです。なるほど。あの当たらなきゃいいな、当たらなきゃいいなとか思いながら打つのはもう醜い行為でありまして、別にいらないのを切ったときに論って言われて相手が喜んでくれって素晴らしいことじゃないですか。素晴らしいこと。自分の点数減るだけですから。ね、相手の点数増える。こんなにいいことないんです。と思います。はい、皆さんいかがだったでしょうかということで、はい、それではですね、はい、この辺りで、終了とさせていただければなと思います。最後にですね、はい、土屋講師プロに、改めて、拍手を送っていただきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。